こんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。オーシャンドラムその2ということでですね、今日は2種類のオーシャンドラムを用意しました。この2つ大きさが違います。今日はですね、この2つの音の違いを聞き比べてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、好みがあると思うんですけども、ぜひ参考にしてみてください。